everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。9月7日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ名古屋をお送りいたします。今日はですね、名古屋ね、とても気持ちよくね、そんなに暑くなかったんですね。今日涼しいぐらいの感じでしたけども、いつもね、王子ね、脇汗かくんですけどね、今日はサラサラでしたよ。滑り王子、マスクマンでございます。はい、サラサラ王子の隣におります、味噌煮込みすきですけど、いやー、涼しくなりましたね。なんか、秋の虫がいっぱい鳴いてて、でもちょっと夏が好きな私は寂しいかなと思います。味噌煮込みすきと。あ、気温がですね、最近は下がってきたんですけども、まだ湿度が高くてですね、気温の割には蒸し暑く感じるダンサーでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは日課ルーティーン。今週のテーマは日課ルーティーンです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya、kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya、kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリ、またはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、名古屋で一番きれいなシェアハウス、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、ザ・カバーズ絶賛発売中大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート東海共和、沖縄のベニーモ丸焼き、まこともち店、アートワークウェブサイト、FMJG、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールご紹介したいと思います。はい、はい、お願いします。先週のですね、これは先週は、早口言葉ですね、はい、で、いただいているのがあります。品場もろともさんからです。MC のありがとうございます。 MC のお三方こんばんは。こんばんは。先日バラエティ番組を見ていると出川哲朗さんが九九の七の段を言い切るタイムを測るというのをやっていました。もちろん彼はカミカミで時間がかかるんですが、得意なのは4の段だったってことで、4の段を言わせるとやっぱりカミカミだってことを笑いながら見ていました。自分も笑ってたんですが、ふと思いました。自分できるかな。できませんでした。どの段やっても小学生時代のように噛まずに早口で言えないんですね。1から9の段、どれでもいいです。やってみてください。あのね、今わかるでしょ？今日ね、王子ね、オープニングからカミカミなんだよね。カミカミ王子だ。うん。今日ずーっとカミカミ。今日ちょっとね、口のね、周りが悪いんだよね。滑り足りない？うん、今日、ちょっとあれかな、中にゼリーとかあんまり、ね、食べてないからね。今日カミカミなんだよね。ということで、みそちゃん。いいよ。え？王子は今日はダメなんだから。ククだから1からで、ね、この段どれでもいいですから、やってみてくださいってことでございます。ダンサーズにやってもらおうか。たまにはダンサーズやってみようよ。たまには。
どれが得意ですか？うん、得意です。なんで？いや、なんでって、その、ね、何段が好きかなっていうのがあるじゃないですか。うん、まあ、2でもいいですよ。2でも、1でもいいですよ。何でもいいよ。1でもいいし。じゃあ、今日はね、ダンサーズが。そうだよ。ね。たまにはね。たまにはダンサーズがね、はい、やりますんでね。聞いてみてください。はい。2、1が2、2、2が4、2、3が6、2、4が8、2、5、10、2、6、12、2、1、14、2、8、16、2、9、18。素晴らしい。あれ、滑らかじゃん。滑らかですね。普通です。普通？いや、いいんですけどね。ただこれ、小学校2年生でしょ？いや、それがね、うん、なかなか、上手にこう、滑らかにいかないってことがありますよね。遅い？いやいや、なんか、諸友さん、遅いって言われちゃう。もっとサラサラ言わないかんのかな。まあ、今日はこの辺でね、勘弁してあげるよ。と思ったんだけど、うん、そういえば、クックを、が、早く言う前に、数字がすぐ出てこないっていうことに今、正確に言えるかっていうところだよ。そうそう、そっちが心配になってきたよ、今。クックが言えるかどうかって、ね。今、私ね、今、ダンサーズの聞いて、ん？と思って、そういえば自分最近クックちゃんと言えるかなと思って、そっちが心配になったもの。ですよね。王子もそう思いましたからね。そうか、うん。そっちの心配してたのね、やっぱり。だからやっぱり、一の段かなと思ってから。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。じゃあ行きますね。はい。先週のテーマで、フルムン新一さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。先週はね、番組放送100回おめでとうございます。ありがとうございます。今週101回ですね。はい。はい。はい、テーマ早口言葉。個人的には、バスガス爆発が真っ先に浮かびますが、今の世の中だとちょっと炎上しそうですね。今日のテーマ、めっちゃいいです。特に王子の東京特許許可局。あ、間違えた。言えなかった。東京特許許可局。面白いです。ということで。そうです。先週王子がね、カミカミだったね。言った？俺言わなかったっけ？もう忘れたんでしょ、先週の話。もうすぐ忘れるんだから。まあいいね、なかなか言えないよ、本当に。口が回らないんだもん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう、あれですか、ありますよ。先週のテーマまだあります。はい、お願いします。おばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、早口言葉。デイサービス勤務をしていたとき、航空体操の一環として、早口言葉を昼食前にやっていました。親孫の上に子亀、子亀の上に孫亀、孫亀の上にひ孫亀など、皆さんが飽きないように新しい早口言葉を探したのを思い出します。おかげさまで当時は口の周りも今より良かったかもしれませんね。最近水分でむせたりすることがあるので、また早口言葉をやった方がいいかな。だそうです、うん。ありがとうございます。脳の活性化もいいかもしれないですね。あれですね。アナウンサーの方とかよくやってますもんね。ねえ、ありますよね。滑舌が良くなるとかね。うん、本当私たちもやった方がいいんだろうけどね。長いこと当時ね、ラジオやってますけどね。うん、全然口回らないですからね。ね、ちょっとは上達するのかなって思ったけど、いや、あんまりですね。滑らかなトークの時分かるでしょ？うん。ネオン街の話する時はね、すごい滑らかなんだけどね。そっちの方はね、滑らかな。滑らかなんだけどね、今ね、全然そういうあれがないですからね。だから滑らかじゃないの。そうなんだよね。そういうことだったんだ。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、今週のテーマでいきますか。はい。ルーティンですね。はい。泉さんの特急サザンさんからです。はい、ありがとうございます。僕の日課はマンションのベランダで育てている花に水やりをすることです。一人住まいをしているので何かやりたいなと思って去年からベランダで花を育てています。朝起きると花に水やりをすること。これを忘れないように日課としています。じゃあまたやということでございます。でも花はね、お水大事ですもんね。そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。だからこれはね、やっぱり日課にしないと。ね。で、お花がかわいそうっていう。うん。そうですね。誰か王子にもアルコールを。何？花には水、王子にはアルコールなの？そうでございます。だからなかなかすぐすぐとね、育たないんだよね。いやー、お酒飲んでもすくすくは育たないでしょう。育ってるとこがありますよ。ん？育ってるとこありますよ。何ですか？なんか腹回りだけどんどんね、育ってるよね。ああ、お腹周りはね。ね、どういうわけかね。特にビールだとよく育つかもしれないですね。ですよね。控えめにしてる割にはね、うん、あれ？と思うんですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。
では行きますね。はい。名越マナーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。沖縄はいつ秋が訪れますかね。9月になって暑さがぶり返しています。あ、そうなんですね。ールーティーン。私の最近のルーティーンはラジオ体操第一と第二をすること。それも午前中ですね。昨年のあの自粛の時の腰痛はどこへ行ったのか、全く腰痛がなくなりましたよ。たかがラジオ体操、されどラジオ体操ですね。その他のルーティーンは朝ジャン、朝シャワーを歯磨きと同じ感覚でやってるのはもう30年くらいになりますかね。真冬でも必ずです。うん、それでは名古屋の皆様頑張ってくださいね。ありがとうございます。今ね、朝すごいもう、うん、歯磨き感覚でお風呂に入るんですね、うんうん、シャワーをする。今ね、朝シャンって聞いてね、はい、なんかあの前なんかシャンリンシャンっていうのがありませんでした。シャンリンシャン、シャンリンさん、うん、はい、これ早口言葉、はい、早口言葉じゃない。あ、違う、これは違う。お引き取りください。これは違う。お引き取りください。今ね、王子やったと思ったんだけどね。今本当にそう思ったの？これ早口言葉かな。違う、今さ、いいネタができたと思って言ったんじゃないんだ。いやいや、今ふっと思い出したんですよ。本気の早口言葉だと思ったの。いや、で、あれ、これって早口言葉？おだまりって一瞬思いましたね。お尋ねしました。残念でした。なんだ、違うのか。違うなぁ。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、埼玉の郷さんが、はい、朝シャワーを10回って書いてある。これ、早口言葉でってことかな。え？朝シャワー？朝さん、シャお引き取りください。あんまりあの王子に言わせないでね。今日は特に口回らないんだからね。ねえ。ということで、はい、埼玉のゴーさんからでございます。埼玉のゴーでーす。シャッピャー。リバーブかかってるでしょ。今ちょっと後半遅れ気味だった。あ、そう。マスク界のセンターマスク王子。そうなんだよね。最近センター多いんだよね。違う？ん？何？マスク界のセンター。あ、マスク界のセンターね。ね、センター狙ってる？狙ってる出たがりだもん。まあでもね、実際にこの番組でもセンターですしね、ポジション。ああ、ちょうど真ん中に座ってる ね、ダンサーさん、センターじゃないですか。はい、みそいこみしきさん、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。今日長男が9月の身体測定の結果を見せてくれました。僕と同じ年の時より10センチ以上大きくて腰を抜かすと思いました。あ、大きくなったってことですね。同じ食べ物を食べているのに、うん、僕は飲みません。それなかなか飲みたいですよね。あの、大きくなるところは多分ね、私と一緒で ね、やっぱりと思いますんでね。成長する場所が違うんですね。さて、テーマの日課、ルーティンですね。朝は布団の上で必ず背伸びをしています。子供の頃からです。もう背伸びないのにね。そうだよね。うん、で、あの、大人になっても、ゴーさんはこうね、朝起きたら背伸びをしていると。お布団の上で朝起きたら。ほうほう、背が伸びるかなと思ってても、伸びないんですねってことなんですけども、大人になったらなかなか伸びないよね。ねえ、成長期じゃないからね。うん、あのね、王子もそれやりたいんだけどね。でも、あれかな、あの、猫背とかね、そういう方は、いいかもしれないですね。背中がシャキッとしてね。あの、なんていうの？こう、スタイリッシュに見える。スタイリッシュに見える。いや、そうよ。ね、シャンとしてる人ってスタイリッシュに見えるじゃないですか。うん、で、お腹だけポコンと出てて、ね。あ、ペーターさんがツイキャスで、すくすくと横にアルコールとおつまみ。ですね。脂っこいものはまずいね。あ、脂っこいものなの？特に。それはそうでしょう。あの、うん、串カツ食ってビール飲んだらね。ね、危ないですよね。あれ、シュプリームさんのちょっと追加好きになっちゃった、はい。日課は豆腐を買いに行った嫁の帰りを待つことですって。あれ、なんかどっかで聞いたことあるな。あれ、なんかどっかで聞いたことあるな、それ。豆腐を買いに行くフレーズで。帰ってきてほしいですよね、買いに行ったら。ねえ、なんか買って帰ってきてほしいですよね、そうちゃんと。戻ってきてほしいんですよね。あの、豆腐も持ってね、そうそうそう、帰ってきてほしいですよね。そうなんですよね。なんか金花壇の人に聞いた。ね、そうだね。うん、なんかよく聞きましたね。流行り？あ、流行り？豆腐を買いに行ったっきり。そしたらみんな豆腐買いに行くって言ったらさ、うん、ドキドキしちゃうじゃない？帰ってくるから。普通にお使い行くのもドキドキしちゃう、ね。そうですよ。びっくりしちゃいますよ。じゃあメールいいですか？はい。はい。
キユ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古森ゆかりです。ありがとうございます。今週のテーマ、ルーティーン。朝起きてすぐのスマホチェック。これは多くの方々の一般的なルーティーンではないかと思いますが、いかがでしょうか。チェック時間に個人差はあると思いますが、ついついそのままずるずるとネットサーフィンしないように注意ですよね、っていうことで。ありがとうございます。ありがとうございます。あるあるですね。LINE のグループに返事をして、はい、その後に天気予報を見て、うん、そしたらなんか違うところを見たら危険ですよね。時間がなくなっちゃう朝。もうダラダラしてますね。いや、はい、ね、うん、あれ王子はあんまり朝スマホ見ないね。え、そんなことない。朝？うん。朝はちょっとバタバタしますね。ギリギリに起きるの。え、もうその時ですよ。もう朝むちゃくちゃ早く起きてるんですけど、うん、はい、またね、早起きなんだ、ま。早起きなんだけど、また寝ちゃうからね。いや、それ起きたうちに早起きない。で、用意もしてるんだよ。え、用意してまた寝ちゃうの？用意してるのに、また、あの、ね、いい気分でまた寝ちゃうっていう。で、あ、もう時間見るとびっくりしちゃって、すぐに、うん、出かけないといけな い。すごいね。準備までして二度寝するんだ。そうなんです。すごい。はい、ということで。はい、ということで。はい、CM ですね。はい。はい。キユナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋で一番綺麗なシェアハウス。お部屋は全室個室。プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわーっと、贈り物としても大好評。日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくは誠餅店で検索。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。はい、引き続きメール紹介させていただきます。はい、はい、関西から品場もろともです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズさん、みそにさん、獣人サンダーライガーさん、こんばんは。え、誰だ？誰だ？誰のこと言ってるんだ？これはということはね、ローリングソバットやらなきゃいけないのかな。
消去法でいくとマスクマンのこと言ってるよね。ですよね。俺そんなにいい体しないのよ。テーマ、ルーティンなんですが、朝は起きて歯を磨いて顔を洗ってコンタクトをつけたらすぐ出発します。うん、そして出勤の車の中で髪の毛をそれなりにしたり、髭を剃ったりしています。というのも、我が家は自分の他に妻と娘なので、朝の洗面台は速やかに開放しないと、彼女たちも遅刻するし、クレームがやばいんです。ナイトルーティーンは大したものはありませんが、自分がお風呂に入った後必ず自分がお風呂掃除をする程度でしょうか。これもクレームになるので仕方なく笑い。つまり、自室以外に憩える場所がなく、受動的に生まれたルーティーンばかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。でも、いいルーティンですよね。あの、お風呂掃除でね。ね、あの皆さんに喜ばれるっていうか、ご家族にね。でも違う、クレームになるから仕方なくやってるんだよ。え、クレームになるんですよ。あの、掃除しないと多分、苦情が来るんだよ。ああ、そうですね。でも、まあね、いいことでございますよ。ね、もうやっぱりね、あのなかなかね、そういうことがないとね、お風呂掃除とかね、うん、あのトイレ掃除ってね、あのご自分でしないですからね。なんか諸富さんのメール読んでて、なんか、うん、なんか王子の家にちょっと似てないかなと思って。王子の家は羊がおりますので、ね、羊いるから大丈夫、羊があのやりますので、だからくれぐれもね、うん、皆さんね、あのミーっていう羊はございませんからね。お、すごい今、ポン出しが新しいパターンになった。今日爆発しましたね。ね、爆発したね。爆発しましたね。危ない、炎上しちゃう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、シュープリームさんからです。はい、ありがとうございます。毎週金曜日22時より、FM 宜野湾で生放送されている35ミリと APS-C と愉快な仲間たちというカメラ好きにしかわからないようなタイトルの番組に触発され、毎日18時にただ写真をツイートするというルーティンを始めたのが去年の9月17日。南城市の知念岬で撮影した猫と朝日の写真がバズり、一気にフォロワーが増え、昨日2000人を突破しました。すごいね。ただ、毎日2枚写真をツイートするためには、週2ぐらいで撮影しないと間に合わないのと、カメラ沼にはまり、気づいたらカメラが4台、レンズが6本に増え、すごい、すごい。趣味のスノボやスニーカーにお金が回らなくて、ピエーンでございます。あら、趣味がね、多いでございますね。でもいいですね。いいですね。ね、写真いいな。ね、写真、あ、それですね、撮影した有名な猫様ですということでございます。これね、猫ちゃんの、ね、うん、かわいい。猫ちゃんってなんかね、縁起とかね、なんかいろいろあの、あれ、あるみたいですよ。なんかかわいらしい、うん、柱にスリスリしてる。そう。あの、スマホのね、待ち受けにするとね、いいとかね、なんかありますよ。え、そうなんですか、うん、ありますよ。うん。ありがとうございます。あれ、そういえば、下場もろともさんが、はい。なんかさっきの獣人ライカーさんでしたっけ、うん、なんかあれの、それはタイガーマスクやローリングソバットって。え、あれ、あの、あれ、あれ、あの、獣人 なんか違ったっけ、え、あの、あれじゃないの、あれじゃないの、あの、プロレスラーじゃないの、違う、あれわかんない、うん。あの、レスラーのね、方ですよね。ね。うん、多分、あの、空中殺法が得意っていう。お引き取りください。うん、あの、マスクマンですよ。今、お引き取りください。本出の話してたら、おがちからもしさんが、はい、波平さんの怒った時の音も入れてほしいですねって。え、波平って、どんな音、え、波平さんの怒った音って何、カツオじゃ、バカモンか。ああ、バカモンか。あの、これならありますよ。何、いや、それ全然、ジャンルが違うけど。これは、これいい感じですね。まあ、それはね、なんだろう、最近はちょっと使わないけど、多分、王子がね、そういうお店に行った時よく出てくるやつですね。はい。はい、だから最近ね、ね。お背中流すチャンスがないからね。そうだね。はい。うん。あれ、ペーターさんがタバコを買いに行くと、旦那が消える、煙になるだけに。え、あ、ってことは、豆腐の代わりに何、はい、旦那さんバージョンはタバコなの、ああ、そうなんですね。タバコ買え、
え、買いに行って帰ってこないと。タバコ買いに行ってくるって言って帰ってこないってやつだね。でも、よくね、お家で吸えないから、その買ったところ、例えばコンビニとかだと、こう、灰皿があるじゃないですか。はい。で、そういうところで吸ってくるから、こう、帰りが遅いとかっていうことじゃない。いや、あれじゃないの？タバコ買いに行って帰ってこないんじゃない？帰ってこ、そのまま、どっか飲み屋さんに行っちゃうのかな。ね。あ、でも、はい、でもそういうパターンいいかな。カンボイさんがほら、マスクマンさんが言ってるのはタイガーマスクだはずよって。え？ジューシー、やっぱり違ったみたいよ。まあ、本人もくくりがわからない。もうわからないね。はい。じゃあ、メール紹介してもいいですか？はい、お願いします。はい、フルムーンシンジさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。日課ルーティンできてます。今まで健康に関することはほとんどしていませんでしたが、今年に入ってから睡眠前に行う作業が増えました。目薬3種類5分おき、胃薬1錠、温め用アイマスク15分足す、めまい対策首振り、左右10秒5セット、必要に応じてうがいもします。書くと多い感じですが、習慣化したので意外と続いています。皆さんは健康系の日課はありますかって。健康系。あ、でもこれを見ていて思ったのは、目薬は私もルーティンですね。夜に。あのね、わかります。あのね、本当はね、うん、これちょっとね、なかなか言いづらい話ですけどね、うん、朝、快便じゃないんだけど、トイレに行って出したいんですけど、うん、出ない時の方が多いんだよね。ということは、やっぱりその、腸の調子があんまりよろしくないということかな。だからね、余分なものが溜まっちゃうんだよね。なんか、分けてあげたい。とっても快調なんだけど。いいね。まあ、自分は、それはもう本当にルーティンっていうぐらい快調なんだけど。まあ、自分は、あれですね、尿酸値の薬。そうね。はい、尿酸値ってさ。そうなのよね。そうなの。はい。はい。ということで、エンディングなんですけど、いいですか、うん、はい。はい、エンディングでーす。はい。エンディング、早いな。早いな。来週のテーマは壊れた。来週のテーマは壊れたです。最近壊れた家電など壊れた話お待ちしております。この番組はアートワークウェブサイト FMJG 沖縄のベニーモ丸焼き誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート東海共和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、名古屋で一番綺麗なシェアハウス、入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、はい。本日もお聞きくださいましてありがとうございました。もう、時間はあるね、まだ。あ、R&K のパパさんが、王子、はい、今夜も安定でした。楽しい放送ありがとうございましたって。え安定滑ってた？いや、いいんじゃない？いいね、いいね。安定してるんだから。はい。はい。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。閉店ガラガラ。はい、どうぞ。今週もお聞きくださいましてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ツイキャスもたくさんありがとうございます。ありがとうございます。ここからもらったプライベートジェットさん、埼玉のゴーさん、ナッティナチコさん、岡力虫さん、品間もろともさん、葛飾のチンさん。かまないな。アランド系のパパさん、ギネスさん、シュプリームさん、ペーターさん、ナチコさん、カープボーイさん、ありがとうございます。ありがとうございます。また来週お聞きください。来週も聞いてね、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。